じゃあね、明日メンバーでね、宿題を出そうと思います。まあまあまあ、多めに見てください。そう、明日レンカなんですけど、レンカへ、じゃあね、何にしようかな。私のモノマネしてくださいでいいや。いっぱい知ってるはず、いつも一緒にいるから。はい、私のモノマネやって、よし、それでいいですよね。よし、メッセージも書いちゃった。レンカへ、私のモノマネやって、レンカ、レンカラブって書いちゃった。はい、なんかしてくれるかな、なんかしてくれるとことを期待してね。ぜひ皆さん明日も見てください。じゃあ早速宿題やっていきましょうか。30分しかないのでね、じゃんじゃんいっちゃいますよ。昨日は佐藤楓が配信していたようで、私のモノマネやってレンカラブということでですね、嬉しい。レンカラブって地味に書いてあるの可愛いなと思っちゃった。レンのモノマネか、なんか特徴がありすぎて逆に難しいんですけど。なんだろう、レンのモノマネって何？でもやらかしたってもう今言わないんですよね。なんだろう、そう、特徴ある、癖強めだから。難しい、逆に。なんだろう、でもね、なんだっけ、最近なんて言われたんだっけな、わかんない、なんだろう、やらかしたって言わないんですよね、デン。あ、真似が難しい。普通になんかさらっと口癖みたいな感じで、なんか、あ、ちょっとお腹すいたっていう。そう、方言、お腹すいたって言わずにお腹すいたっていう。あと、私楽屋の机に、大体机、一つの机に一つずつウェットティッシュが置いてあるんですけど、あれって1枚だけ取り出すのって結構難しくて、1個出すと何枚かこう出ちゃう時があるんですね。なんでこう引っ張ったらつながっちゃって、で私が慌てて戻そうとしたけど、その戻そうとする前にもう多分反射的に、あー無駄遣いって多分言おうとしたんですよ、デンが。で、私がすぐに戻したから、あー無駄遣いしそうだって後付けしたの、めっちゃ面白かった。あー無駄遣いしそうだって言ったの、めっちゃ面白かった。あるある、デンあるある。デンって面白くて。何言ってるかよく分かんないんですよ、デンって。あー面白い、会いたいな、ほんと面白い。ホテルは一緒の部屋じゃない、一人部屋ですけど、一緒にいることもありますよ。一緒にいると笑い止まんなくなっちゃうから、ほんと長時間一緒にいるとほんとに腹筋崩壊しちゃうレベルなんです。お互いツボが同じで、こうよくわかんないとこでつぼっちゃうから。わあ面白い、本当にあれ面白かった。そう、デンってつぼ浅いんですよ、結構。私と同じつぼをしてて、なんだ、葉月とかが笑うつぼじゃないんですよ。デンとレンカだけのつぼがあって、それもそこの現場を目撃してないと笑えないっていうしょうもないのしかなくて。後でみんなに説明しようとしても多分
口頭じゃ面白くないからっていうのはよくありますね。超楽しい。ツボ変わってるのかな。うん、なんかデンが結構天然っていうかちょっとぶっ飛んでる部分があるから、私がそれに対してすごい笑ってしまう。じわじわくるそう、じわじわくるんですよ。一回笑って終われないんですよ。後からどんどん笑いが込み上げてきちゃう、デンと一緒にいるとそう、面白かった。いや面白かった。あー無駄遣いしそうだわ、面白い。予言者みたいになってめっちゃ面白い。あー本当面白い。あー面白かったですね。そんな感じ。なんかモノマネ難しかった。やっぱデンの声って特徴的だから、あれを真似って難しいけど、口癖をお腹すいたです。ほんとよく食べるんですよ、でも青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 うーんやるしかねえ。